皆さん、あの漫画とかアニメって好きですか？好きです。はい。はい。はいはい。数ある創作物の中で発明品みたいなのっていっぱい出てくるじゃないですか、うん、道具というか、まあドラえもんがもう大体、はいはいまあ、大体オーバーテクノロジー気味というか、まあそれはね、まあ創作物なんで、うん、夢がですよね。ただ最近実現したものがあるって皆さんご存知ですか？え、あの要は創作物の中で出てくるオーバーテクノロジーだったものに現実が追いついた、追いついてきたて。なるほど、何の作品の何だと思います？そんな特定のがあるんだ。特典は厳密にもう完全再現は無理なんだけど、でもほぼできるんじゃないみたいな。そのサブスクとかさ、うん、まああとは内蔵音楽データを再生できるようになったからさ、アキラの最初に出てくるさ、あー、はいはい、CD 操作して中でジュークボックスみたいなやつとかはもう超えたよね。まあ、あれもそうだよね、うん、でもなんか意外とドラえもんとかなのかな。空飛ぶ系、なんかあのジェット噴射のやつとかあるね。あれがまあできてきてはいるんだけど、やっぱタケコプターはまあそうだね。確かに、うん、コナンのさ、あのメガネ、なんかあ、水滴の あれはね、できそうだけど、それではない。まだか、まだ、え、分からん。全然なんだろう、分からん。でも近いですよ。お、何、かなり近いです。コナン、あ、蝶ネクタイ、お、あー、おー、あー、変性器、ネクタイ型変性器、はい、ありますね。なるほど。ボイチェン、ボイスチェンジャーです。はあ、はあ、今までのボイスチェンジャーってロボ音になるとか、はいはいはい、ちょっと変えるぐらいのはあったんだけど、泊まりまりさんとか仲いいじゃないですか、はいはい、そうですね、あれは技術がいるって知ってるでしょ。天性の才が必要、まあ、その変性に乗せる声の出し方で、それがそもそも必要だから完璧なものではない、うん、なるほどね。そうだね、誰でもってわけじゃなかったんですけど、うん、RVC ボイスチェンジャーっていうのが今、RVC ボイスチェンジャー、理想的な開始AI に音声を分析させてボイスチェンジャーを作って、それを流すとその人の声になるっていう。へえ、すごいね。だからおじさんが何の気なしにその女声とかにしないで、あーあーって喋ったのも、女の子のちゃんと声で、あーあーってもう変わっちゃうの。声色変えなくて。俺もそれ知ってたんだけど、結構その歌わせてみたいたみたいな感じで、時間がかかるからこの歌のデータをやって処理させて動画で作ってるんだと思った。最近いろいろ調べたら、もうリアルタイムでできるらしくて。え、リアルタイムで、後掛けとかじゃなくて。そう、ラグももうあんまりない状態で、すごいね、出せるみたいな。それこそもうだから ね、ネクタイに、あ、じゃあ、あとは、うん、体に蓄積しない麻酔さえ作れれば、作れればそうね隠れるソファーの後ろさえあれば、あれば、ね、あとすごい大量の犯罪者も必要。あ、そうだね、確かに。あのペースで言ったら日本すぐ滅ぼらしいから、ね、そうなんだ。めちゃめちゃ人出るからね。俺もこれ知ったのがトマリと話してて、うん、トマリってもそれやってるけど俺でもできんのみたいな感じ、うん、やってみたらいいじゃんみたいに言われて、うん、で俺が試しに声入れてみて、うん、やったら全然できないね、はははっつって、うん、いや俺がやるにはリアルタイムでそういうのをやってくれる AI とかができたらいいのになって言ったら、あるよって言われて、あるの、あるの、あるよって本当にそのリアクション、まあ、困りは詳しいよね、ってなってで教えてもらったの、こういうのあるんだよ、ね、すごい時代ですよ。だから本当に進歩してる、知らないうちに、うん、怖くもあるな。怖いね、とうとう声もいらなくなってしまうのかっていうのはやっぱり怖いね。誰もいなくなる。そして誰もいなくなる。この世から。だからこういう話になるけどさ、やっぱうまく使ってきたよね。いや、そうなんだよ。使えないのはさ、すごいもったいないじゃん。悪いやつ。ね、悪いずるいやつ。結局道具は使いよう、物とハサミは使いようという。うん、バカとハサミか、バカとハサミは使いようというじゃないですか。遅れないようにしないとなと思った。そうな。こんなの知らなかったんだっていう。あ、世の中の速度に。そう。僕はついていけるだろうか。が、だ。うん、この知らないスピードにブリッジ、ブリッジ、あの漫画オタク、This is 漫画オタク、漫画オタク。アトリって漫画何通ってんだっけ？漫画は2000年代の少女漫画メインで、2000年代の少女漫画って何？少女漫画、君に届けと、君に届けは取って、割と小学館が多かったので、あ、小学館でチャオ、チャオ、ショーコミチーズ、
シーズン小込みのちょっとお姉さんみたいな。同年代の女の子とはだいたい話が通じるが、今多分ここで話してその面白い話は何もできない。なんか技術も進化してるから俺たちも知識のアップデートをしていかないと。していかないとね。いつまでもワンピース例えツッコミしてたけど。だって楽しいんだもん。楽しいんだもん。楽しい。汎用性も高いんだもん。汎用性高いんだもん。使いどころいっぱいあるの、ね。いつまでもブラックジャック例えツッコミしてちゃいけない。ブラックジャックはもういいでしょ。いいよもう。逆に。ブラックジャックのあの、これは無菌室だからって言って、ぷくーってビニールを。ビニール膨らまして。膨らませるのもね、できるかもしれないし。あ、いつかね。いつかね。ありそうじゃない。ありそうか。うん、なんかね、でもそれやると絶対オオカミ襲ってくるよ。確かにジャンゴね。シャッシャッキャー。あ、この人自分で自分の腹を縫っとるっていう。これあの助けに来てくれた漁師さん。あ、よかった、うん、気持ちよくわかるよ、うん、非常に悪いのがここも別にここに向けてしか言わない。知ってるから通じないの。AI かツッコミ AIツッコミ AI AI がツッコむのももうやるかもよ。だから俺が、うん、俺がトラックに助けたばかりの親子引かれたとこかいって突っ込んだら、うん、AI がそれをあのアトリの知ってる漫画の例えで言ってくれる。アトリにはそう聞こえる。めっちゃ盛り上がっちゃうかもそれは。あ、でアトリさんが返したのも伝わる例え で俺にはワンピースで聞こえる。うわ、じゃあ翻訳機ってことか。ヒウの同時翻訳ってことですよ。そうね、ヒウの同時翻訳。あー、なるほどね。できるよ、多分。だから少女漫画のこういうシーンみたいですねって言ったのに、俺には、あ、そうそうそう、パールさんが火起こすとこない。それでできることある。それってコミュニケーションなの。なんだろうね。コミュニケーションではないけど。熱は上がってるけど、結局分かり合えてない。悲しい。悲しい。言いたいことは同じなんやろな、きっとな。言いたいことは一緒なんやけど。果たして、それによって行われるのはコミュニケーション足りえるのか。足りえるのかっていうことだよね。いや、深い。おもろ。深いな。星新一コミュニケーション。ショートショート。ケイシはため息をついた。ホームセン。ホームセン。変化変化。星新一はダメなの。ホームセン変化。なんか変化。ホームセン変化。少女漫画とかね。変化。新しいやつ。申し訳ございません。検索結果は表示されません。使えねえ。使えねえ。今の技術じゃ無理だ。ダメだ。アップデしないと。アップデできず。アップデできず。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録してくれなきゃ食べちゃうぞ。